なたにそう言ってもらえて嬉しいな。あゆむ先輩だけですか？ずるいな。かすみんだってすっごくすっごく頑張ったんですよ。そんなに褒められたら土星あたりまで飛べちゃいそうなくらい飛ばってるよ今。土星ってね。飛ばってるってどういう意味？初めて聞いたよ。アドレナリンドバドバの略。なるほど、まだまだ知らない日本語がたくさんあるんだな。勉強になったよ。それは覚えなくてもいいと思う。というか、アドレナリンの部分はどこに行っちゃったの？ライブ、終わったんだよね。寝てもいい？おやすみ。なんでカスミに寄りかかるんですか？会場全体を包む熱気の中にみんなの大好きが溢れていました。それをダイレクトに感じられるスクールアイドルはやはり最高です。緊張しました。お芝居の舞台とは何もかも違っていて、まだ胸の高鳴りが止まりません。けれどやり遂げた。出られるのよね、私たち。スクールアイドルフェスティバルに。スクールアイドルフェスティバル、全国のスクールアイドルが一堂に会する夢の祭典。そんな大舞台に私本当に立てるんだね。なんかスケールでかすぎていまいちピンとこないけど、まあやってやろうじゃん。緊張したけれど次が待ち遠しくてたまりません。もっと稽古を重ねて表現力を磨きたいです。帰ったらスイスの家族に知らせなくちゃ。きっとびっくりしちゃうよ。リナちゃんボードの表情増やしておいた方がいいかな。表情増やすよりボードを外す努力した方がいいんじゃないの？かなた先輩、いい加減どいてください。もう重い。にゃん。スクールアイドルフェスティバルでも今回のように、いえ今回よりももっと素晴らしいパフォーマンスをしてみせます。私も負けていられないわね。次のステージでも会場全員のハートを私の虜にしてみせるわ。何ですか？アクア？ああ、今日はまだ見てないな。ここ何日かはお祭りの準備で来てたんですけど。はい、沼津サマーフェスティバルです。アクアのライブもありますよ。アクアはいないけど、代わりにっていうのは変かな。海を見に行ってみるのはどうですか？内浦は海がとっても綺麗だから。アクアのみんなも海が大好きだし、もしかしたら誰かに会えるかもしれないよ。
何か勘違いしているようだけど、私は海を見ていただけですよ。いいえ、私こそなんかごめんなさい。え？あ、はい、そうですけど。握手？あ、私でよければ。いえ、こちらこそ。というか、そんなにかしこまらなくていいよ。話し方ももっと砕けた感じで。私たちに？東京から？あ、それでさっき本当に海にいたって言ったのね。あのライブ見に来てくれていたのね。ありがとう。こうして会いにまで来てくれるなんてとっても嬉しい。そうなの？じゃああなたもスクールアイドルなのね。ちょっと待って、いきなりそんなに聞かれても。私たちへの質問なら、なるべくメンバーが揃ってる時の方がいいかもしれないわ。個別に聞いて回るのは大変でしょ。うん、最近はずっと遅くまで作業してたから、今日は休養日にしようってことになったの。どうかな、お休みだからって素直におとなしくしてるとは限らないと思うよ。特に今の状況だとね。チカちゃんになら今日会えるかも。チカちゃんの家、私の家の隣なの。今から行ってみる？もちろん。じゃあ行きましょうか。え？勘違いさせちゃったくらいだから相当だったんだとは思うけど、私そんなにわかりやすい顔をしてたかしら。ごめんなさい。そうね、実はちょっと悩んでることがあるの。サマーフェスティバルの曲のことで。ううん、作曲はまだ。今は歌詞を作ってるところよ。あ、作詞はチカちゃんで、作曲は私が担当してるんだけど。ちょっと制作が行き詰まっちゃってるの。私もアイデア出しに協力しているんだけど、なかなか進まなくて。だからモヤモヤした気持ちを一度すっきりさせたくてここに来たの。私はね、前にも曲作りでというより、ピアノのことで悩んでいた時も海の音を聞いて心が晴れたから。だからもう一度海に心の雲を晴らしてもらって、すっきりした気持ちで改めて曲に向き合おうと。ごめん、変なこと言ってるかしら。いや、いつもいつも海を見てるわけじゃないからね。たまにだから。今日は特別だよ。ここがチカちゃんの家よ。リンゴちゃん！チカちゃん！リンゴちゃん！ちょうどいいところに！今、リンゴちゃんに会いに行こうと思ってたところなんだよ。私に？何かあったの？うん、サマーフェスティバルの曲のことでね、新しいアイディアが。あれ、あなたは？もしかしてお客様？あ、失礼いたしました。ご予約はされてますか？チカちゃん、この子アクアに会いに東京から来てくれたんですって。
え、アクアに？そうなの？わあ、嬉しいな。わざわざ私たちを訪ねてきてくれるなんて。いいよ、いっぱい話そう。入って入って。ここが私の部屋だよ。ただいま。おかえり。あ、リコちゃんにちゃんと会えたんだね。こんにちは。ヨウちゃんも来てたのね。リコちゃん、ちょうどうちの前に来ててすぐ会えたんだよ。よかったね。いや、実はチカちゃんが出ていた後、電話で呼んだ方が確実なんじゃないかなって思ったんだけど、チカちゃん、携帯部屋に置いていっちゃったし。あれ？その子は？あ、この子はね、私たちに会いにわざわざ東京から来てくれたんだよ。お話ししようと思って部屋に呼んだの。よろしくね。っていうか、いいよ、そんなカチコチにならなくて。そうだよ、多分年も私たちとそんなに変わらないよね。高校生？同い年じゃん。じゃあ敬語なしで普通に喋ろうよ。ようこそ宇宙らへ。とりあえずおせんべいどうぞ。それではるばる宇宙らまで来てくれたんだね。大変だったでしょう、ここまで。そこまで言われるとすごく照れくさいというか気恥ずかしいわね。ねえねえ、あなたが通ってるっていう虹ヶ崎学園ってこの前東京で開催されたスクールアイドルのイベントで優勝したこの学校だよね。知ってるよ。出場してた子みんなすっごく個性的で魅力的で、私ずっと最後まで目が離せなかったの。出てた子みんな面白かったよね。それに歌もダンスもハイレベルだったし。こう言ったら気を悪くするかもしれないけど、今までほとんど聞いたことがなかった学校だったから、まさに彗星のごとく現れたって感じだったわ。私たちの魅力、それは、はあ、なんだろう。アクアのいいところってこと？いや、単に長所というよりもっとこう人の心に訴える部分みたいな感じかしら。改めて考えてみると分かんないもんだね。多分私たちもそれを探してるんだと思う。最初はね、ミューズに憧れてスクールアイドルになったの。宝石みたいにキラッキラに輝いてて、私もああなりたいって思ったんだ。でもだからってミューズの真似をするのは違うって気づいた。じゃあ私たちらしく輝くにはどうすればいいのか、いつも考えてるの。サマーフェスティバルへの参加もそれが理由なのよね。うん、地域を盛り上げたい気持ちはもちろんあるけど、他の誰とも違う私たちだけの輝きを見つけるヒントになるかもしれないねって。ここが私たちの学校って昨日一回来てくれたんだよね。かなちゃんたち教室にいるみたいだから、
まずは3年生に会いに行こう。アクアのことならカナンちゃんたち3年生の方が詳しいかもしれないしね。実はアクアを最初に始めたのは3年生なんだ。あなたが知りたがってたアクアの魅力についても何か教えてもらえるかも。スイッター、カナンちゃん、ダイヤさん、マリちゃん、おはよう。チカ、おはよう。チカさん、他の教室に入るときはせめて一言失礼しますと。はいはいはい、おこごとはあとあと。グッモーニー、チカッチ。そしてあなたが噂のレインボースチューデントね。ナイストゥーミーティュー。マーリー、いきなり変な呼び方しない。びっくりしてるじゃない。Oh, sorry. 虹ヶ崎だからレインボー。いきなりごめんね。これがデフォルトなんだ。気にしないで。チカさんから伺っていますわ。東京から私たちを訪ねてきてくださったとか。遠いところをわざわざありがとうございます。歓迎いたしますわ。ライブ以外でもファンが訪ねてきてくれるなんて、ついにアクアの人気もトップスターレベルかしら。それは慢心というものですわよ、マリさん。人気とは生き物、常に変化するものです。どんな事態にもあぐらをかかず、常に精進を心がけ。ああ、もうダイヤもこうなると長いんだからな。もうお約束って感じだよね。ところで、チカから君が私たちに聞きたいことがあるって聞いたけど、何かな？私たちのパフォーマンスにそこまで言っていただけるなんて光栄の極みですわ。そうだね、きつい練習やトレーニングの日々も報われるってものだよ。けどアクアの魅力か、難しいね。正直明確な答えは私たちもまだ持っていませんわ。何が自分たちの強みなのか、どうすれば一番楽しんでもらえるのか、常に模索しているのです。ちなみにあなたはライブを見て感動したって言ってくれたけど、具体的にどこがいいと思ったの？そのそれだけじゃないの部分が私たちも知りたいんだよね。見てくださっている方々には分かっているということでしょうか。しかし私たち自身もきちんとそれを理解して意識的に表現できなければ。じゃあこうしましょう。あなたもマリーたちと一緒に行動するのよ。間近でウォッチすればマリーたちも気づかない何かがわかるかもしれないわ。オフコース。ついでにサマーフェスティバルの準備も一緒にやらない？マリーさん、さすがにそこまでは。でもダイヤ、Yes, yes, please! って泣いてたじゃない。そんな言い方していませんし、泣いてもいません。確かに人手は欲しいですが。ありがとう。いや助かるよ、正直へんてこまいでさ。すみませんが、よろしくお願いいたします。やったー、いっぱい一緒にいられるね。そうだ、準備を一緒にやるとなると何日も手伝ってもらうことになるけど、
泊まる場所とか大丈夫？来たのが昨日ならもう一泊してるのかな。宿泊場所ならホテルオハラはどう？特別料金プランでご案内するわ。ふんふんふん、まーりちゃん。ピカッチ？この子は土地マンのお客様なのです。 What？ いやー、そうだったの？仕方ない。次に沼津に来た時はぜひともうちに泊まりに来てね。さりげなく私たちをフォローしてくれて、ダイヤさんはビシッとしてて、マリちゃんは笑顔で私たちをまとめてくれて、3人ともアクアのお姉さんって感じでとっても頼りになるんだ。みんなって虹ヶ崎な？そうなんだ。虹ヶ崎学園のスクールアイドル、会ってみたいな。うん、確か今は部室にいるって。あ、ここだよ。花丸ちゃん、よしこちゃん、ルビーちゃん、色は黒一択よ。夜の闇に紛れ宴に酔う人々の間を影のように駆け抜ける。デザインは上半身をすっぽり覆う感じで、フードもつけましょう。それハッピじゃなくてマントズラ。真っ黒マントでフードかぶってお祭り会場うろうろするの？絶対怖いよ。見た目が完全にお化けだよ。いつの間にか一人増えてるってなっても気づかないかもね。せっかくのお祭りに変なもの呼んじゃうといけないから、却下ずら。なんでよ。人々が沸き立つ宴の夜は人ならざる者だって浮かれるのよ。そういうのはよしこちゃんだけで間に合って。あれ、ちかちゃん。ちかちゃん来てたんだね。いるなら声かけなさいよ。ん？その子誰？昨日メールで話した子だよ。東京からアクアに会いに来てくれたの。ほほう、自らリトルデーモンに志願するとは見上げた度胸ね。いいでしょう。その心意気を認め、我が眷属となることを許す。仲良くしましょうと言っているズラ。いい感じに訳すな。ヨハネの威厳がなくなっちゃうじゃない。あだ名みたいなものだよ。そこもちゃっかり納得するな。うん、違うよ。今やってたのはサマーフェスティバルで着るハッピのデザイン決めだよ。ハッピのデザインはルビーたち1年生の担当だから。メンバー9人で準備をそれぞれ割り振って進めてるんだよ。屋台で出すメニューの考案とか、盆踊りの振り付けとか、それとライブの準備も。お祭り2日目にアクアのライブがあるんだよ。準備の合間にみんなで練習してるずら。あ、これはつい言っちゃうというか、癖みたいなものだから気にしないでほしいずら。ライブをするって決まってからルビードキドキが止まらないよ。ライブのたびにそれ言ってない？そうだけど、
楽しんでもらえるかなとか、ダンス間違えちゃったらどうしようとか、どうしても考えちゃうんだもん。わからなくもないけどね。かくいう私もライブと聞くと心が高ぶるわ。今度は何人地獄へ落とせるかしらとね。地獄云々は別として、見に来てくれる人たちに思いっきり楽しんでもらえるような素敵なライブにしたいずら。ああなたもチカちゃんの洗礼を受けたんだね。洗礼？私何か変なこと言っちゃったかな。そうじゃないよ、マルもずっと探してるずら。アクアだけの輝き。私は地獄へ誘う抹消の微笑みこそがアクアだと思ってるわよ。それだけは絶対ないずら。そこで否定はやめて。魔性の微笑みはともかく、いつかルビーたちだけの輝きを見つけて、ルビーたちにしかできないライブをやりたい、そう思ってるよ。気にしないで、こちらこそお話できて楽しかったずら。そういえばハッピーのデザイン決め、もしかして行き詰まってる？部室に来た時そういう雰囲気だったけど。うん、大丈夫。着々と完成に近づいているずら。とりあえず真っ黒お化けは回避できたよ。黒がダメなの？しょうがないわね。じゃあ紫マントでどう？まずマントから離れるずら。飲みっぷりだね。ささ、もう一杯。二人ともおじさんみたい。ジュースでよくそこまで盛り上がるね。あなたも遠慮しないで食べて食べて。今夜はあなたの歓迎パーティーなんだから。もう、堅苦しいわよ。チカチたちや花丸たちにはフランクなのに。そんなに気を使わなくてもいいよ。アクアの中でも特にそういうの気にしてないし。ポテトチップス、コンソメとのり塩、どっち開ける？どっちも開けちゃえば。どら焼きも開けるずら。つぶあん、こしあん、栗入りの3種類持ってきたずら。皆さん、他のお部屋にもお客様がいらっしゃるのですから、大声で騒ぐのは厳禁ですわよ。はーい。ねえ、あなたの通ってる学校ってどんなところなの？あ、私も質問。スクールアイドル同好会のメンバーは大会に出てた子たちで全員？東京の魔界度は今どれくらいなのかしら。やっぱり東京には美味しいご飯屋さんいっぱいあるずら。あのイベントに出てた結城せつなさんって、あの人気スクールアイドルの結城せつなさんだよね。ほらほら、みんなそんな一斉に聞いたら困らせちゃうでしょ。なんだかかっこいいね。あなたはどんな学科に通ってるの？虹ヶ崎の曲はあなたが作っているのですか？そこまで強く思ってるなんて、よっぽど魅力的なメンバーなんだね。虹ヶ崎のスクールアイドル同好会のメンバーは
これは強力なライバル現るって感じね。そんなにすごい人たちがいるなんて、ますます会ってみたくなっちゃったよ。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会。やっぱり実際につながりがある人からの言葉は重みがあるわね。リトルデーモン志願者ではなく、ヨハネの意向への挑戦者だったとはね。まあいいわ、相手にとって不足なし。どこからでもかかってきなさい。リトルデーモンについてはヨシコちゃんが勝手に言ってたことだったような。もう今更だよね。何を言ってるのです。東京の大会の動画を拝見しましたが、虹ヶ崎のパフォーマンスは全国にも引けを取らないレベルですわ。続々来るくらいすごかったもん。動画見た後にみんなで話してたんだ。私たちも負けてられないねって。いいえ、私たちもまだ発展途上。学校でも申し上げましたが、ライブに臨むたびに自分たちの魅力とは何かを探っているのです。ダイヤさんの言う通り、今日こそは自分たちだけの輝きを見つけるんだって思いながら歌やダンスを練習してるんだ。あ、びっくりした。どうしたの？突然。すごい気合だね。頼もしいな。それまだ言ってるの？昨日はよく眠れた？これから朝のジョギングを始めるところよ。普段は私一人で走ってるんだけど、今日はマリが一緒に走りたいって言うから二人で準備してたの。まあそれもあるけど、3日かな。体力や筋力は日々の積み重ねで培われるものだからね。なるべく時間を作って毎日やるようにしてるんだ。朝しっかり運動すればお腹も空いて朝ごはんが一層美味しく感じられるしね。さすがっていうほど特別なメニューはやってないけど。そうだわ、あなたも今からマリーたちと一緒にジョギングしない？マリ、いきなりそんなこと言ったら迷惑で。大丈夫なの？決まりね。Let's go together。 じゃあしっかりついてきてね。行くよ。大丈夫？はい、お水ゆっくり飲んでね。グレイトな飲みっぷりね。マリーにも一口ちょうだい。自分のを飲みなさい、自分のを。だいたいマリはそんなに疲れてないでしょ。そんなことないわよ。マリーだって朝のトレーニングをこなしてクタクタよ。途中でサボろうとしてたくせ。盆踊りの振り付けを考えながらだったからついつい足が止まっちゃったのよね。サマーフェスティバルでやるイベントに盆踊り大会があるんだけど、そこでオリジナルの振り付けを披露するんだ。私とマリの担当なんだよ。振り付けが完成したら見本として動画を動画サイトにアップロード。後で振り付けスクールも開く予定よ。
を書いてリフレッシュしたおかげでバッチリナイスなアイディアが浮かんだわ。今から見てくれない？沼津のフェスティバルで披露するのだから、やっぱり沼津らしさを取り入れるべきでしょ。おいしいお魚とか富士山とか。お魚のピチピチした動きと富士山のダイナミックなインパクトを体全体でこうドンベン。ちょっと激しくない？盆踊りというより私たちがライブでやるようなステージダンスって感じがする。もっと振りを小さくすれば。そうかしら。いいと思ったんだけど。あなたはどう思った？さっきのマリーのダンス。そうだね、私も君の意見を聞いてみたいな。遠慮しなくていいわよ、何言っても怒らないから。プレッシャーになるようなこと言わない。なるほど、やっぱり自分たち以外の人の意見は貴重だね。私たちだけだと土地のこともお互いのこともどうしても慣れちゃってるところがあるし。もちろんよ、センキューのハグをしてあげるわ。ほらマリー、ちょっとは遠慮ってものを。あ、そういいかな。一緒に踊るあなたにハグをしないのは不公平ね。ぎゅー。そういう意味じゃない。あと暑い。よう、この程度の刺激で音を上げるようではまだまだリトルデーモンとしての格は低いままよ。あとヨヒコじゃない、ヨシコじゃない、ヨハネ。いや、格とか意味わかんないし、というかほんと冗談抜きで辛い。何入れたの？一味？鷹の爪？ハバネロパウダー。よしこちゃん、辛いのがダメって言ってるんじゃないんだよ、加減を覚えてほしいだけなんだよ。だからよしこじゃなくてヨハネ。加減だったらちゃんとしたわよ。嘘だ。あら、虹の都より来たりし新たなリトルデーモン、早速手伝いに来てくれたの？サマーフェスティバルで出す料理の試作だよ。二人で何を出すか考えてるんだ。いやいや、それほどでも。前にアクアのみんなと海の家を手伝ったことがあって、その時もいろいろ作った経験があるから。祭り当日はこのヨハネが生み出す魔の美食で人間どもを一気に打点させてやるわ。確かにある意味悪魔的な味付けだったよ。ブラッディームーンスティック、またの名を打点師の涙レボリューション。ちょうどいいわ、あなたも食べてごらんなさい。そうなるよね。水飲む？もう、なんなの二人して。そんなにヒーヒー言わなくてもいいでしょ。そんなに辛いの？せいぜいピリ辛でしょ。ははーん、なるほど。
優秀なリトルデーモンを選別するためのふるいにするわけね。誰も残る気がしないよ。ここまで突き抜けた辛さじゃなければ美味しいと思うんだよね。味もしっかりついてるし。子供、うん、そうね、あなたの言うことにも一理あるかしら。いきなり魔界の刺激に人間たちをさらすのも酷ね。味付けは考え直してもいいわ。よかったー。食べてみて。その通り、ようちゃん特製焼きそばであります。海の家でも出したんだけど結構評判良かったんだ。今回のはシーフード増量バージョンだよ。ありがとう。たこ焼きは改良待ちだね。私たちの料理でお祭りに来てくれた人のお腹も心もいっぱいになってもらいたいよ。任せなさい。今度こそ老若男女全人類の舌をうならせる味にするわ。他には甘いものもいくつか候補を出してるんだよ。クレープ、チョコバナナ、それに綿あめ。わあ、さすがに難しいかな。思ったんだけど、今決まってる2品で結構いっぱいいっぱいなんじゃない？使えるスペースにだって限りがあるわけだし。冷凍みかんなんてどう？凍らせるだけでオッケー。皮剥きづらいわよ。溶けると手もびしょびしょになるし。おお、その案いいね。おつまみみかんって名前で出してみようか。あ、いい、この名前いい。まあそうね。クレープやチョコバナナに比べたら当日かかる手間はそれほど多くはないかもね。天使と悪魔が互いを憎み合うがごとく、ヨハネとミカンの間にも決して相入れぬ深い溝があるのよ。じゃあとりあえず焼きそばとたこ焼きと、それからおつまみみかんの3品でアクア夏祭りメニューを飾るってことで。ええ、っていうかたこ焼きじゃなくてブラッディームーンスティックだってば。メニューにはちゃんと正しく書くのよ。はーい、いるずら。気にしないで、どうぞどうぞ。こんにちは。昨日は楽しかったね。大丈夫だよ、お姉ちゃんも一緒だったし。マルもおかげさまで無事に家まで帰れたずら。心配してくれてありがとう。ん？くんくん、食べ物の匂い。本当だ、香ばしい匂いがする。確かサマーフェスティバルで出す料理を考えてくれてるんだよね。本当？嬉しいずら。食べたい。あ、でも。あ、そうずら。ここ飲食禁止だから。いいよ、持ってきてくれてありがとう。後で教室に移動していただくずら。メニュー決まった？ピキ！え、まさかルビーちゃんが口から火を吹いたあの激辛たこ焼きが再び生成されたずら。本当？食べてもなんともならない？
味の良し悪しより身の安全が気になる料理を作るとは、さすが堕天使様ずら。沼津の観光案内の台本を作ってるんだよ。サマーフェスティバル当日に放送するの。うん、沼津のいいところいっぱい知ってほしいなって思うんだ。放送内容はルビーちゃんが読むんだよ。すごくないよ。台本作りはほとんど花丸ちゃんに頼っちゃってるし。マルは楽しいから気にしなくていいよ。ルビーちゃんの可愛い声を生かすためにも張り切って書き上げるズラ。沼津のいいところを知ってもらうためには、まず沼津がどういう歴史を持っているか紹介するべきだと思うズラ。沼津は古い歴史を持つ土地ズラ。沼津って聞くと富士山を思い浮かべる人も多いと思うけど、足高山も沼津の歴史を語る上では欠かせないズラ。そうズラ、現在沼津と呼ばれる地域に人類が住み始めたのが今から5万年から3万5000年ほど前、旧石器時代中期から後期の初めの足高山麓。足高山麓ではその時代のものとされる84の遺跡と300以上の集落の痕跡が発見されていて、この近辺ではこれほど密集した痕跡は結構珍しいみたい。地形も今とは違ってて、当時は氷河期でもあったから海水面が今より低くて、遺跡のある標高100メートルから200メートルの場所は今より海抜がさらに。つら？そう？さっきルビーちゃんとも相談してかなり内容削ったんだけど。花丸ちゃん、歴史関係はもうちょっとコンパクトにした方がいいかも。サマーフェスティバルが終わるまでに現代までたどり着かない。なるほど、マルも同じ立場なら美味しい食べ物が気になるずら。お刺身にしても揚げ物にしても美味しいし、それに深海魚を料理して出すお店もあるずら。よしこちゃんはみかん食べすぎて逆に苦手になっちゃったみたい。でも沼津のみかん甘くてとっても美味しいよ。沼津で生まれた品種もあるの。こうして考えてみると、マルたちたくさんの美味しいものに囲まれて暮らしてるんだね。うん、ありがとう。あなたのおかげで素敵な観光案内が書けそうずら。1、2、3、4と、ストレッチ終わり。花丸ちゃんたち遅いわね。どうしたのかしら。まったく仕方ありませんわね。ちょっと見てきますわ。遅れてごめんなさいずら。ごめんなさい。大遅刻ですわよあなたたち。今日は14時から屋上でダンスレッスンと決めたはずでしょう。ごめんなさい。準備で毎日忙しいのは私にもよくわかりますが、スケジュール管理は日常生活の基本。怠れば困るのは自分だけではないのですよ。まあまあダイヤ、そのくらいでね。ルビーちゃんと花丸ちゃんはストレッチやっちゃって。体はもう温まってるだろうけど一応ね。はい。大丈夫？息すごく乱れてる。いいよいいよ、
気にしないで。私こそ先に行っちゃってごめんね。学校の中迷わなかった？よかった。それがちょっと心配だったんだ。いいよ、むしろ一緒に踊る？さあ皆さん、ダンスのフォーメーションを一度確認しますわよ。集まってください。はい、そこまで。10分休憩にしましょう。ありがとう。悪いね、なんだかいいように使っちゃってるみたいで。開始のズレは改善傾向、ただし終了時のズレがやや大きくなっている。敬語でなくて構いませんわよ。私はそんなに厳しそうに見えるでしょうか。先ほども遅刻を注意するためとはいえ少々きつく言ってしまいましたし、はあ、ありがとうございます。そう言っていただけると心が軽くなりますわ。レッスンの記録ですわ、ご覧になりますか？記録することで歌やダンスの制作期間を把握できれば、現在の自分たちの力量や次回のスケジュールを割り振る時の目安にできます。体調については基本は自己管理ですが、他人だからこそ感じ取れる異変もあるでしょうから、注意するに越したことはありませんわ。あなたは、あなたはステージに上がりたいとは思わないのですか？勘違いなさらないでくださいませね。仲間をサポートしたいというあなたの気持ちを疑っているのではありませんわ。ただスクールアイドルに関わる身なら、自分自身がライトを浴びたいと思うこともあるのではないかと。なのですか？そうですか。虹ヶ崎の皆さんはあなたのような方に恵まれて幸せですわね。